SDGs について考えるシリーズ、つなごう沖縄です。今日は読谷村が運営する移動販売車についてです。コロナ禍にある地場産業を支援するとともに、買い物の弱者を生活を支え、さらには高齢者の見守りにも一役買うと、その役割は広がりつつあります。取れたて新鮮な魚が並ぶ読谷村の戸屋漁港。水揚げした魚を漁師が大急ぎで刺身や天ぷらに加工します。移動販売車に乗せてもらうために朝ちょっと必死で、はい、間に合わせます。地産地消のための移動販売車。コロナ禍で消費の落ち込んだ地場産業を支援しようと読谷村が購入し、無償で貸し出しています。導入された2台を漁協と商工会が使用していて、人々が集うスポット19箇所を回っています。読谷漁協は去年から漁港の利用客が激減し売り上げが落ちていましたが、移動販売車の運用を始めてから少しずつ売り上げが回復し始めました。移動販売することによってなかった売り上げがそのままお店の方に入ってくるので、そこら辺ではやっぱりこれを積み重ねていくと年間通したらやっぱりすごい売り上げになってくるのかなと思います。移動販売車にはもう一つ期待されている役割があります。買い物弱者の支援です。ちっちゃい商店がたくさんあったんですけど、そういったのが、まあ、大型店舗が入ることによってもう、閉店が結構続いていて、免許返納したりとか体が不自由という方がなかなか買い物に行けない。県内で運転免許を返納した65歳以上の人の推移を示したグラフです。東京池袋で高齢ドライバーによる事故が発生した2019年には5000人以上が自主的に運転免許を返納していますが、新型コロナの感染拡大が始まった2020年には返納率が 14% 減少。密を避けるために車を利用し続けようと返納をためらう人がいたことが影響していると県警は見ています。また車がないと生活できないという高齢者がいるのも事実です。特に読谷村は道の起伏が激しいところも多い上に、身近な商店が次々と廃業し、歩いて買い物に行ける環境が少なくなっています。こっち開けてみていいですよ。ドラゴンアスパラもあるし、オクラとピーマン。そうした中、期待がかかるのが移動販売車です。販売車を活用し商品を売っている松田商会の照屋正文さん。豆腐や野菜などの食品をはじめ日用品も販売しています。指定のゴミ袋にご祝儀袋、さまざまな種類の電池など、かゆいところに手が届くラインナップが高齢者に喜ばれています。お家に遠くてこっちはスーパー行けないって言うんだけど、助かると思ってありがとうと思ってる。今毎週来るって。テルヤさんが移動販売を本格的に始めたのは今月初めから。先月まで介護の現場で働いていました。買い物に困ってるみたいな声は結構もう5、6年前からあって、こういった高齢者さんの困りごとを解決できるかもしれないっていうのがまず最初のきっかけで、住められた地域でできるだけ長く健康で生活してもらいたいと思っているので、そういったお助けができたらいいなと思って。こうした読谷村の取り組みは、脆弱な立場にある人のニーズに配慮したまちづくりを達成する SDGs の取り組みにつながっています。おはようございます。
よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、テルヤさんは地域の高齢者を直接サポートする取り組みも行っています。ワンコインで御用聞きサービス、500円で15分間困りごとを代行するサービスです。草刈りから犬の散歩、電球交換など内容は多岐にわたります。だから買い物に困っている人は買い物以外にも日常生活で困りごとがあると思っているので、あの人に何か言ったらちょっとした困りごと解決してくれるさみたいな、そういう感じになれたらいいですね。作業開始から1時間余り、草の生い茂っていた畑は見事にきれいになりました。作業の後お礼の冷たい飲み物が用意されていました。ありがとうございます。皆さんもいかがですか。作業の後の最高ですね。いいですね。あの自分の今 の, あの状況ではすごく必要だなって思いながらも、あのほらやっぱりそういう人たちどこにいるんだろうっていうふうな、あのやっぱりこの探すことができない、であの僕大丈夫ですよっていう形で引き受けてもらったんです。だからすごくありがたいですよ。テリアさんありがとうございます。ありがとうございます。買い物弱者の支援をしながら高齢者を近い距離でサポートしたい。テルヤさんは行政との連携を深めることで今後移動販売者の取り組みに高齢者の見守りの役目が生まれてくるのではと感じています。自分がこう移動スーパーとか御用聞きサービスであの多くの高齢者の方と関わることによってこう困りごとを自分が拾い上げて自分で抱え込まないでそれをいろんな人たちに専門性がある人たちとかに話をつないでいったりとかできたら一番いいのかなと思ってて、そういったこともあの各自治会やあの行政と協力しながらやっていきたいなというふうに思っています。 SDGs の取り組みを通してまた新しい SDGs の動きが生まれようとしています。テリヤさん、移動販売者だけじゃなくお手伝いもいろいろねされてるわけですね。すごいですね。でも私の祖父母もそうですけど、こう免許返納した後とかはやっぱりなかなか買い物に行けなかったりするので、移動販売者助かりますよね。いや、あのテリヤさんの移動販売者松田商会なんですが、読谷村高千穂で67年間愛され、去年惜しまれながら閉店したスーパー松田を受け継ぎ運営されているということです。買い物支援にとどまらず、あの地域の見守り隊として今後も活躍しそうです。